皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、過去にあったなやらかしエピソードを話していきたいと思います。私的にはとってもやりたくなかったんですけど。で、自分のやらかしエピソードをこう話すんだよ。嫌じゃない？まあでも、まあ、今回はね、やっていきたいと思います。はい、まあ、私にとってのやらかしなんで、もしかしたらそれはやらかしじゃないんじゃないっていうのも、もしかしたらツッコミどころ満載な話がね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、それはちょっとご了承、承知の上で聞いてください。じゃあもう早速いきますね。でも恥ずかしかったエピソードかな、どっち、やらかしっていうか、ママとかには散々話してるんだけど、まずは1つ目、なくなった鉛筆です。題名、なくなった鉛筆です。で、私ね、学校で普通に授業を受けてるじゃないですか。休み時間に鉛筆をなくしてしまったんですね。で、筆箱探してもないし、机探してもないし、周囲見渡してもないと、あれ？どうやった？って思って、ね、友達とかにもちょっと鉛筆知らない、え、知らないっつって、まあ、言ってもらって、一緒に探してもらってたんですよ。どこだろうねとか言って、そしたらですね、無性に足が痒くなって、足をかいたんですよ。そしたら靴下がなんかね、ポコってなってんの、あれ？って思うじゃん。なんと靴下に鉛筆が入ってたんですよ。靴下に鉛筆が入ってたって想像できないかもしれないんですけど、靴下見せて、あれした方がよくない？この靴下こうあるじゃん、ここにこう入ってたんですよ。ここにね、こう入っててボコってしてるなと思って、ここにだから鉛筆が入ってて、あ、ごめん、あったわって言って、友達が不審がるじゃん、あれどこにあったのって。私言いたくないんだけど、でも言わないとんってなるじゃん。だから言ったの、超笑われて、そんなとこにあったのかよみたいな、気づかなかったの自分でつって、私入れた記憶なくて、全く今もないんですけど、もしかしたら友達が入れたのかなと今でも思ってるんですけど、無意識に入れちゃったのかなと思うと、とっても恥ずかしくなるエピソードですね。はい。何？一人で笑う。これさ、恥ずくね？この企画恥ずくね？まあいいよ。そういうわけで、なくなった鉛筆でした。はい。私の1、2年生の頃の、まあ私6年生なんですけど、小学校。1、2年生の頃の私が、やばいんですね。もう存在が黒歴史、黒歴史、そう、黒歴史メーカー。そんなことよ、ないよ。だから私のね、最初の方の動画を見ると分かるんですけど、やばいです、あれもう全部黒歴史かもしれん、もしかしたら。幼稚園の頃から動画投稿を始めてて、その幼稚園の頃の動画が黒歴史ですね。そうなの？幼稚園から？お相撲さんのさ、あれとか全然覚えてないんだけど、今見るとやばいもん、もう。懐かしい。黒歴史ですね、あれは。はい。1年生の頃に、私、おならのことを、へっていうの知らなかったんですよ。そうなの？それで、隣の男の子から、今、へーしたって聞かれたの。1年生の頃に、超初対面の5月ぐらいの、まだ全然相手のこと知らないのに、したって聞かれて、ん？ん？した？ん？って言ったの。え、したの？お前！って言われて。だから何が？って聞いたの。だから、へーしたの？って言ったら、へーが何？って聞いたの。そしたら、おならしたって。
聞かれて、してない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 もう恥ずかしかった、あれ本当に。へって知らなかった、知らなくて、へん、したんみたいな返したら、え、お前へしたの本当に言われてくだらないんだけど、当時の私にとってはすごく恥ずかしくて気まずかったですね。なるほど、はい、とっても気まずかったですね。やばやば。あと恥ずかしかったエピソードが、あー、これ言っていいかな、言っていいかな、これ、2年生の頃に帰りの会とかで、そのお知らせっていうのが、お知らせっていう項目があって、係の人がお知らせしたりする場面があったんですよね。私 YouTube のこと一切言ってなくて、当時、いや今もなんですけど、一人の男の子が立って、お知らせの時に立ってですね、とっても関係ない話なんですけど、しほさんが YouTube やってましてとか言うぞ、すごい言ってくんの、超恥ずかしかった待って、私ね、YouTube は1年生の頃からやってるって言ってなくて、友達に、しほちゃんって YouTube やってるのって聞かれたら、うん、まあみたいなぐらいのノリで、本当にね、今でも学校ではそういう話を一切してないの。なんか見て、やってるんだ見てねっていうのは簡単なんだけど、あんまね、今日なんか見てねって言いたくなくて、なんかそうそう、自分から知って自分から見てほしいって思ってた、私はプライドで。それでね、言ってなかったの、1年生の頃から。そしたら帰りの会のお知らせの時間に男の子がしほさんが YouTube やっててとか、クラス全員って先生までいるのに、しほりみチャンネルって言って妹と一緒にやってるんで、ぜひ見てあげてくださいね、何その上から目線私あなたにやってるって言ってないよねって本人かもわからないんだよ。まあでも、まあ、顔出してるから本人ってわかるか。だから超気まずかったです。その後、私今どんな顔してればいいんだろうみたいなその時はまださ、おとなしいキャラだったからさ、あれか、下向いてたの、下向いてたの、多分今だったら何言うのとか言えるのにね、だから心の中で下落ちして、後で覚えとけもう本当に恥ずかしくて、その時もう下向いてもやばかった。そういう時先生はどういう対応をするの？え、はい、わかりました、次みたいな。ああ、普通にね、普通だったよ、本当に。なんかいつもと全く変わらん。うーん、でその後から友達に、やってるの？やってるの？って来て、超うざかったです、あれは正直。ああ、やっぱその後反響があったわけね。うん、だから本当に、ああ、ちょっと覚えとけばあの野郎と思ってまあその子もね、きっとしーちゃんのために言ってくれたんだろうけどね、はい、今では仲いいんですよ。あー、そっか、うん、別にもう気にしてないし、ただへって言った男の子とは、ちょっとあんま、あ、それ以来あんまり、いや、それ以来では、喋ると今喋れるんだけど、あんまいいか、自分からいかない。へえ、係一緒になった時はよろしくぐらい。へー、なんかね、そういうのあるんだね。なんかもうね、顔見たらね、その事件がね、舞い降りてきちゃって、うまく喋れないんだよね。なるほど。それからだから、あんま喋ってないですね。はい。ということで、第1弾の、まあ、ぶっちゃけ、黒歴史ストーリーみたいな。ストーリーじゃないわ。黒歴史、ぶっちゃけ黒歴史か。ちょっと待って、待って、ちょっと待って。ぶっちゃけ、やらかしエピソード。ぶっちゃけやらかしエピソードですね。はいはい。ということで、今日はね、ぶっちゃけやらかしエピソードをね、ちょっと
何個か話させていただきました。またね、あれば、まあ、第2弾もしようと思うんですけど、これ以上増えないといいよね。まだ絞り出せば何個かあるんですけど、黒歴史、今日はちょっとこの辺までにしていこうかなと思います。ということで、それではバイバーイ。